こんにちは。MQDV です。前回の動画から1ヶ月。いかがお過ごしでしょうか？今回の動画は、デスクトップ AIR なのアップデート報告動画です。まずは、成果物から見てみましょう。こんにちは。先生、話す準備はできています。はい、初めて来て、突然の内容に戸惑われた方に一言でこのプログラムを説明すると、デスクトップ上で実行可能な、歩いたり、つまんだり、聞いたり、話したりすることができる AI アシスタントプログラムです。そして、インストールから使用まで無料です。この動画はあくまでアップデート報告動画なので、詳しい使い方や概要を知りたい方は、関連 YouTube 動画や下記リンクの動画をご覧ください。さて、アップデート内容に戻って、インストール XE を実行すると、先ほど見た内容をアップデートしたり、ダウンロードすることができます。既存のインストール XE をお持ちの方は、そのまま実行していただき、まだお持ちでない方は、下のリンクを選択してダウンロードしてください。インストール XE を好きな場所に入れて起動。SSD をお持ちの方は、今回のバージョンから可能であれば最初から SSD にインストールしていただくとより良いです。フォルダ構造に大きな変化がありました。2.4GB に達していたアロナ XE が 17MB 程度に減り、4GB 程度のファイルという新しいフォルダができました。ファイル数は容量が大きいのでダウンロードを終えても回答に時間がかかりますね。ダウンロード中に構造をクリックしたりするとダウンロードが止まることがあります。放置放置。終了してほしいというメッセージが表示されたら終了したことです。終了してください。従来はプログラム実行時アロナ XE で 4GB の一時ファイルを作成し、そのファイルで作業する方式だったのですが、このままだと作業台を丸ごとファイル化した方が早いのでは。という疑問があり、ファイル化してみたところ、成功しました。これができるんですね。これによりアロナ XE が作業台を作る必要がなくなり、それだけ時間を節約することができたので、私のパソコン基準で30秒かかっていたアロナ召喚時間が3秒になりました。ローディング時間がこんなに短くなったので、いつも動画で作る言ってたローディング画面も今回作ったんですが、意味がなくなりました。嬉しい誤算ですが、私の時間、私の努力。では、アロナを呼び出しましょうか。あ、アロナじゃなくて、最後の作業キャラだった小雪ですね。また、それぞれの作業台を作ってたやり方と違って、一つの作業台を全てのアロナ XE が一緒に使えるようになったので、このようにアロナ XE を重複して実行してもツイートの容量が発生しません。代わりに作業台が本体の中にある必要があるので、SSD の速度でプログラムを駆動したい場合は、プログラムを SSD があるドライブにインストールしてください。引き続き召喚、小雪がいっぱい。5月のアップデートの特徴の一つは、キャラクターの追加です。私の独断と偏見で選んだキャラクターと、偉大なるエナジードリンク様が選んでくださった合計12個のイマルドキャラクターと、それに合わせたアニメーションとボイスモジュールが追加されました。召喚ですね。では、一つ一つ話しかけてみましょう。あ、こんにちは。おお、先生、ついに来ましたね。もう、ちょっと不安になってきた。なんて素晴らしい日でしょ。はいはい、太陽が輝いていて、空気に幸運を感じます。どうですか。今日も幸運が続くことを願っています。それぞれ正常に動作していることが確認できます。また、従来の読み込みが長くなったり、
数針が長くなるとキャラクターの周りが黒くなり、話すまで止まる現象をブルーアーカイブ式に修正しました。そう、吹き出しです。これで会話中にもアニメーションを作動させたり、オプションを開くなどのインタラクションが可能になりました。ここからはローカル AI 環境に関する話です。テストが可能なレベルまで適用準備が完了しました。それで次のバージョンまでインターネットに公開されている純正 AI モジュールを利用して簡単なローカルアラナを作ってみて、皆さんの環境でこれがうまく動くか、不都合がないかを調査してみようと思います。それでは早速追加してみましょう。右クリックのキャラクター設定でキャラクターを追加。 AI からローカルを選択。名前とキャラクター設定がすでに入力されています。シソインワールドで使用していたキャラクターの説明の一部を抜粋しています。名前と設定を変えれば別のキャラクターに転向することも可能です。私たちはこのまま進めていきます。出会いの設定はサイトへの登録や金融力などは必要なく、ドロップダウンから一つだけあるモデルを選択し、右側のダウンロードを押すだけです。メモリはアロナが記憶するモンドを押すです。10個の場合、11個目の分を入力すると最初のモンドを忘れます。もちろんたくさん覚えればいいのですが、現在の大半の AI サービスは言葉を覚えるのではなく、これまでの会話内容を再送信する方式を採用しているので、その分今までの会話内容を理解し直すのに時間がかかり、内容も長くなるので追加料金も発生します。なので皆さんが利用する多くの GPT 系サービスはこの数値が5程度に設定されています。まあローカル AI モジュールなので料金は発生しませんが、遅くなるのは良くないですよね。文章を最適化するとかいう方法もありますが、今回のバージョンは環境テストでの最小限の設定だけしておきました。それでも贅沢に10くらいは設定しておきましょう。下のナレッジを押すと新しいウィンドウが出ます。ここにチェックを入れる場合、アローナが回答するときにその知識を参考にします。例えばジボトスはプレイヤーとアローナが住む場所ですみたいな知識を入れて関連した質問をすると答えてくれます。頑張って作ったし動作も良くするんですけど、問題は会話メモリと同じように会話内容が長くなった分答えが遅くなります。それでとりあえずは他の方法を考えていて、それがうまくいけば最終バージョンでは使わない予定なので説明ではチェックしないでいきます。個人的に気になる方は一種の開発者モードだと思ってチェックして使ってみてください。アニメーションは基礎のアロナと区別するためにもう一つ作っておきました。選択してください。いくつかのアニメーションを違和感なくサイズ調整して、ボイスはすでにあるアロナのボイスを選んで保存してください。はい、これで終わりです。簡単だったでしょ。それではキャラクター変更。今話しかけるとアロナが会話の準備中だそうです。先生、現在会話を読み込み中です。読み込みが終わったら通知してくれます。先生、話す準備はできています。終わったようです。テストしてみましょう。GoQDV。そうですね、教室を探索しに行ったら古い本が入った隠し引き出しを見つけました。それらは秋ごとに関する話でいっぱいでした。信じられますか、 GPT やウェブサービスを使わずにローカルでこの回答クオリティでこの速度が出せるなんて。以上、ローカル AI テストのための設定でした。テストは基本的に動作するかどうかと速度を重要視し、次に回答内容について扱うという流れで進めていきたいと思います。まず速度は先ほどダウンロードした AI モジュールを基本ベースにする予定なので、特に手を加えない限りここで劇的に速くなったり遅くなったりすることはないと思います。なので回答が遅いという方が多ければ速度重視で、
回答速度は大丈夫という方や回答が曖昧という方が多ければ機能重視で開発するなど、皆さんの意見を参考にしたいと思いますので、ローカル AI を使う予定がある方は、ぜひ使ってみてコメントを残していただければと思います。ここまでがアップデートの内容でした。それでは、ここからはいつもの雑談と近況です。短ければ短くて長ければ長い。1ヶ月ぶりの更新、いかがでしたか？毎日の進捗状況報告をまとめてみると、うわぁ、私も忙しく暮らしていたんですね。私はこのアップデートを進めている最中にも、より早く音声認識をするモジュールが出たとか、文章を読んで話す人の感情を推測できるライブラリがあるとの情報があるとか、仕事が増えています。このような技術の発展と応用についていけないことに本業があることを言い訳にしているのですが、これがなくても追いつけないようなこの発展のスピード、それでも揺らぐことなく、やりたいこととやるべきことを切り分けて進めていこうと思います。今後の計画は、AI の方は、ローカルで使うデータセットを作成しながら使い方を確定し、プログラム的には、キャラクターを追加しながら、簡単に適用できるプリセットを作りたいと思っています。簡単に書きましたが、まだまだ先は長いです。ワクワクしますね。ローカル AI モジュールは、これからが本番です。どのような結果が出るかは、このトークで険しい道を突き進んでみないとわかりませんが、少なくとも孤独ではありません。いつも温かい目で見守ってくださるメンバーシップの皆様、そしてこの動画を見に来てくださった皆様、本当にありがとうございます。本当に大きな力になります。そして、この動画やプログラムが気に入ったなら、コメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。